自分がアーティストであるっていうふうに歌い始めたのが2015年からですで私自身は美術大学に通っていてあの教授の中にはアーティストになることをこう背中を押してくれるような方もいらしたんですけどアーティストとして生きていくっていうビジョンがあんまり当時の自分は持てなくて一度あのおもちゃのデザイン会社に 就職をしてあの必ず売れる商品を作るあのプランナーとしてデザイン全般と商品企画という意味で、まあ、プランナーをして2年半ほど勤めていましたでそういった中でこう美術大学でこうコンセプトやテーマを持って表現をするっていう意味での作品作りと、まあ、売れる商品を作るっていうところでの あのまあ、社会でのものづくりという意味ではだいぶ違うなというのをより肌で感じてあの私自身やっぱり何がしたくて美術大学にそもそも入ったのかとか幼少から絵を描いたりものを作ることが好きだったけどそれをこう仕事としていくアーティストっていうことにをアーティストというものに対してもうちょっと向き合いたいなと思って一度会社を辞めて。 2015年から作家活動をしようと思いいろんなコンペティションにポートフォリオであったり作品を提出することを増やしていきましたでその中で青山にあるスパイラルが毎年行っている SICF というコンペティションでグランプリを受賞することができた。 それをきっかけにギャラリストの人や同年代の美術大学では出会えなかったアーティストの人たちやもう本当にベテランのアーティストの人たち人とのつながりが急にこう広がってそこから少しずつアーティストとしての活動を開始したというような流れです。 えっと、武蔵野美術大学の空間演出デザイン学科というところに入ったんですが要は美術大学受験をする時にすごくファッションに興味があったんですねでなので文化服装学院だとかその服飾の専門学校に行くことも目処に入れてたんですけれどもあの、まあ、両親からは大学に行くことを勧められてじゃあ美術大学でファッションより 勉強できるところ技術的にも表現の媒体としてもファッションが学べるところどこかなって探した時に空間 S デザイン学科にファッションゼミが3年生から専門的に分かれるっていうのを知ってそここを目指すことにしましまたで空間 S デザイン学科はそのディスプレイやファッションあの家具のインテリア照明デザインと幅広い分野で あの活躍されている教授の方々がいて、3年生からより専門的に学べるって言う。ところで、そういったところがちょうどデザインの分野の中にくくられている学部があったので、そこに入ったっていう感じですね。大学院にも行っていて、そこではあのファッションは好きだけれど。 表現としてのファッションというか表現として身につけるものをやりたいのであのやりたいんだと分かってからはもっといろんな素材や物理的にサイズの大きいものとか表現の媒体をより広げていきたいという方向に行って大学院では舞台美術の先生のところでいろんなその空間そのものが一つの作品になるような。 制作活動ししていましたなのでそこではプラスチックや金属であったりファッションのゼミでは使わなかった素材をより扱えるようになってそこからまた身体のサイズ感のものにこう戻っていくようなのが2015 2016, 2016年あたりからかなっていうところですね。 視覚見るということと光との関係性をテーマにした「光を積む」「積む」は「お花を積む」の積むなんですけど「光を積む」というミラーあの1ミリから1 0のあのミラーピースをキャンバスに敷き詰めてそれに写り込んだものをあの写真として撮るその写り込んだ写真とそのキャンバスの、まあ、装置 が全部含まってああ作品っていうものをあのスパイラルの展展示では出ししました、まあ、そ,れその時私自身目のちょっと手術をして網膜剥離がちょっと起きてしまっていてで見ることについてすごくあの考えるきっかけがあったのでそもそも見るとはどういうことなんだろうかとかすごくアート自体もすごく視覚 ありきのの世界なのであの視覚とはどういった関係性でもってあるのかっていうのをこう言葉でこう分解して考えていった時に「光の子供と書いて「光子」というものがミクロな形であの空間上にたくさん漂っていてそれが物にぶつかって反射し,たして目を通して脳にそのぶつかったものの形や 色を伝達しているそれがつまり見るであるっていうのをあのいろんな文献で拝見してってことはやはり自分たちが持っている感覚の一部だけれどすごく受け身能動的ではないと思った受け身的な受動的な感覚の一つだなと思ったのでその,その見ることをもっと自分の意図を持って視覚の,のその講師というものを 勝手に入っててくるものとして捉えず自分でこう積んで花束のこうブーケのようなふうに作った時にどんな世界が見えるかということでその講師を光あのミラーピースに謎あの例えてそのミラーピースをいろんなそのパターンで並べていくで並べた時にサイズ感や並べ方で写り込み方がそれぞれ異なるんですねそういったものをあの作品として出展しています。 すごく自分の記憶を遡るようにしてこう考えていくと私の両親は医療職なんですけれどもで私自身幼少から育った町全体も大学病院と国立医療センターと幼なじみみんなお医者さんの子だったりでやっぱり普通の多分家とは違うかなと思うのはやっぱり解剖図であったり。 医療職の人が持つ専門書が家にたくさんあったりで父は外科医だったのでオペのイメージトレーニングをあの簡易的な人形でやっているのをちっちゃい時見ていたりしたのでそういった父や家族から周りの影響もあって身体っていうものはすごく短かったしそもそも皆がこう国や性別を超えて 共有しえるものなのなで、うん、切り離すにも離せないあのテーマなのではないかなと思っていて、うん、今もそういったもの,あの身体というものに、うん、親近感を持ちながらもいろんな,こうなん解釈もしえるものなのでたくさんの興味を持って今も身体をテーマに作品制作をしてます。 私が2016年から取り掛かっている「あの美的身体のメタモルフォーゼ」というシリーズ作品の一つですね。でこれはどういった作品かというと全てこのステンレスワイヤーとステンレスのパーツは指を細長く引っ張るあの機能を持っていてこの小さなダイヤルや丸いダイヤルは腕をギュッと引き締めたりする機能を持っていて。 調整ができるようななギミックになっています美的身体のメタモルフォーゼ」自体がその美的価値観と身体との関係性に着目したシリーズ作品で2016年から現代の日本人が見る美的価値観を表現した作品が、まあ、第1シリーズだとしたら第2シリーズに、まあ、じゃあ未来 現在を見た時にじゃあ未来はどの身体は美しいとされる身体というものがどんなものかっていうのをこう考えて第2シーズンとしてえっと未来の身体を作るギプスというものを作っていったんですけれども未来の身体というものを考えていった時にあの細長い体というのが一つ。 あの上がってきまして、その細長い体を形成するために、こういったあの機能を取り入れた作品というものになっています。私自身が十代から持っていたその容姿に対してのコンプレックスとどう向き合うかというところがまず出発地点でした。 なぜ自分がコンプレックスを持たなければいけないのかっていうことを考えていた時に自分が幼少期大好きだったキャラクターはあの美少女戦士物がすごく流行った時期なんですけれどもヒロインや主人公になるようなキャラクターは目が青くてブロンズヘア長いブロンズヘアで十等頭身のスレンダーなモデル体型で、まあ、そういったものに幼少期憧れていたいだとか。 デパートメントに行った時にそう素敵なドレスを着たマネキンのボディーフォルムが消費者の日本人体系とはだいぶ異なるボディーフォルムであったりだとかで高校生の時にクラスメイトの子が休み明けもうすでに美容整形をして目をもう形を変えて学校に来ていたりだとかうん、まあ、ファッションしたとかあのカルチャーショーを開くと。 モテメイクっていう言葉がこう歌われていたりだとかこう何かこう社会がこう提示してくる美的価値観っていうものからのプレッシャーみたいなものがすごく私のコンプレックスみたいなものを作ったのではないかとかそう憧れる対象があって実際の自分とのこう距離が広ければ広いほどコンプレックスって浮き彫りになるのかなって思った時に。 じゃあその世の中が提示している美的価値観みたいなものってどこから来て今後どう変わってじゃあ未来どうなっていくんだろうっていう,なんかこう疑問にどんどん変わっていった時にあのよりそこにフォーカスしてリサーチをしようというふうにあの考えが変わっていってでそれが日本の今私が生きている時代この国で起きていることだけなのかとか実際他の国ではどうなんだろうかとか。 そういった意味で他の国の歴史や今起きている美的価値観であったり、まあ、民族衣装から探る,探ることもあればそもそも美の起源は美意識の起源は人類の歴史においてどこにあったのかもっとより文化人類学的なベースで調べていくようになってでそこから美的価値と人類との関係性っていうのはすごく長く今もあの続いている。 ものだなと思った時に個人的なそのコンプレックス解消するためだけではなくもっとこう人類の歴史からアートの歴,の歴史からで今のこう社会性みたいなところにちゃんとリンクして作っていく作品をあ作品を作っていきたいなと思って「美的身体のメタモルフォーゼを」を始めることにして。 やっぱりリサーチがすごく必要なテーマだなとも思ったので基本的にはリサーチベースの制作まずリサーチをしていろんな専門の方に会って話を聞いたり自分自身文献を読むっていうことが一つリサーチであったり去年ニューヨークに行っていろんなその出身国の人からあなたにとって影響を受けた国での美的価値観や身体との関係性について 教えてくださいというアンケートリサーチをしたりだとか。で、そこから見えてきた上での、あの、作品作りであったり。じゃ、あ未来どうなっていうかなって、自分のこうフィルターを通して。作っていくっていうところで。あの、このシリーズ作品は続いています。私が作って、こう、最終的なスカルプチャーは。すべてウェアラブルなので。 自分が身につけた状態を写真で撮ってそれも一緒に展示をしたりしていますおもちゃ会社にいた時にちょうど 2D、3D ソフトを仕事を通して学ぶことができたのでこのステンレスのパーツ の図面、ま先、あ、手で描いたりモックで作ったりした後に 2D ソフトに書き換えて切り出すのは工場さんなので、工場の方が切り出したものを組み立てるとか、あとはこのレザーの型の部分はあの試作を作った後、レザーのカバンを作っている友人などに助けてもらいながら作っています。私一人で一つの作品やシリーズ作品を作るというよりかは。 いいろんなな専門分野や多分野野多ののの人との関わりの中でで生まれているような作品ですね私自身が作ってる作品はこのスカルプチャーだけではなくてリサーチした時に分かったこの文献をまとめたテキストだったりあとそこから見えてきた身体のビジョンのスケッチやこのスカルプチャーを作るための設計図。 で最初からこれは今レーザーとステンレスでできてるんですけど、うん、最初はやはり紙とか簡単なこの素材で試作プロトタイプを作るんですけどそういったものも全て制作に関わったもの全てを作品として古典などでは展示をしたりしています。 ずっと国内でリサーチをするといっても文献を読んだりリアルなんですけど人からの言葉や他の国や文化圏で生きてる人たちの生の声を私は聞けてないなっていうのがすごくなんかこう,うん引っかかっていてそもそもこういったあの体をリデザインする。 よううな意図を持っった作品って他の国の国人はどう考えるのかとかそれこそニューヨークは MeToo 活動っていうかあ L サイズモデルの運動があったりだとか割とこう健康美みたいなものにあの今は美意識を持っている人が多い中でこうそれでもやっぱピンヒールという靴はなくならないしその。 女性下着や体を形を作るものなくならないっていうところでうーんこの作品自体どういう受け取り方をされるのかなというのが自分の中でも見えなかったところなのでだったらもう直接行ってアンケートリサーチもするけれどこの作品に対して見た人がどんなことをこう抱くかとかそもそもアウェーなのかどうなのかっていうことも現場を通して見たいと思う。 できましたなんかそういったなんか作ることでの楽しさだけでなくてこう作る中でこうやっぱりいろんな人と関わる中での発見がすごく多くてそれがすごく一つ楽しいというかうんこの制作を続けているやりがいみたいなところにもなっているかなと思っています。 作ってる作品は男性も女性も兼用な作品にしていてうんあんまり今は女性男性分けてうん考えて作品を作っているわけではなくてあのいろんな国の,その民族衣装やその体をリデザインするような装飾的なものと法則的なものと欠損的なものがまあ3つの要素があるなと思ってるんですけど。 その装飾的なものというのはそのデコレーション的な、まあ、ファッションやメイクあとはタトゥーとか皮膚感においての、うん、加工を装飾と歌ってるんですけども拘束はあのコルセットや、うん、転足、中国の転足など骨格自体を外的負荷で変えてしまう拘束的要素と。 あと欠損っていうのは今でいう脱毛やあの歯を矯正なんで既にある体の一部を欠如あの切り取ってしまうものを欠損的要素とうってるんですけどそれを女性男性隔ってなくいろんな国のところでそういった要素のものをピックアップして、えー、一つのマップにして見た時資料として見た時に。 うん、女性だけがそういったものに特化しているわけでもなく男性もそういったものをすごく昔からつけていたりそういった装飾拘束・欠損的なことをしていたっていうのがより明確にわかるというか例えばコルセットは別に西洋では女性だけではなくて男性もつけていたりオセアニア諸国の方だと割とラタンという竹の素材で。 それがアジアそのセアニアだけかと思いきやギリシャの方でも紀元前の男性のこう石像にもウエストを縛った男性像が出てきたりだとか女性男性関係なくあヘデッてなく体に対してのアクションが行われているっていうのが見えてきた時になんとなく。 私個人の見解なんですけどなんか人類がこう潜在的に持っている美しい身体のビジョンっていうものが潜在的に何かこうあるのではないかというぐらい同じアクションを全大陸で行っているなっていうのがあって、うん、それをまあもう少し掘り下げて耕して次の作品なり制作でこう挑戦したいところではあるんですけれども。 今そういったものが見えてきてきいるところですね美しいなって思うそのイメージは変わったけど美しいなと思う人に対しての憧れみたいなものを全く抱かなくなったかといったらそんなことはないし難しいな。 根本そう考えると表層部分は変わっても根本的な部分は自分の中ではそこまで大きくは変わってないけれど自分の世界だけの中であったコンプレックスとか環境の、まあ、周りだけのストーリーから実はそれが他の国でもあったことで少し気持ちが晴れるじゃないけどなんかこうストレスフルなところから。 疑問や興味に変わっていったっていうのはうん考えが変わるというよりも視点というか視野がだいぶ広がったことで心持ちはだいぶ変わったかな、まあ、10代二0代の女の子っていうか女性女子が考えてるこう持ってる感覚と今30代後半になってきた時単純に人としても価値観って少しずつ こう丸くというか変わってくるじゃないですか。で、そんな頃の自分もいたなっていう懐かしみもありつつ、まあ人としてかまあ成長という意味での変わってきたもあるかもしれないけど、うん、制作を通してとなると視野が広がったことかな大きいのが一番。うん、でも根本は変わってない気がします。<laughs> <laughs> はい いろんな国や文化や歴史の中で起きていた美的身体的な資料を見てきた中で潜在的にこう人間人類全般人類が目指した身体像というものがどうやらありそうだと思っていてそれを突き止めることが自分の活動かともまだちょっとリンクしづらいんですけれどももっとこう 意図してないところのもっと深層深い層の中にある人類が持っている記憶的な部分を探るような制作をこの次に今したいと思っていて、うん、それがこういうスカルプチャーなのか設計図なのか表現媒体もすごく重要かなと思っているので今そこを模索しながらあのチャレンジしたいところではあります。 thank <music> you